はい、こんにちは。ゲームイズピキリトです。はい、皆さんこんにちは、しおです。というわけで、はい、SO クラブ第2弾がね、ガチャがやってまいりましたので、はい、早速僕からね、ちょっと引いていこうかな。80連、引き切ようかなと思ってるんですけども、一応まあ第1弾はこんな感じですね。うん、全然出てなかったですね。意外と引いてるんですね。あ、引いてる、そう、けどなんかあんまり対数は、どうなんだろうね、なんかあんまり覚えてないけど、こんな感じ、ね。4号を見る感じ、超軽症。あ、あれか、売ってるのか。あ、どうだろう、ちょっと。でも、確かにコンパクトに収まったのかもしれん。なんで、まあ、今回第2弾狙いでね。まあ、でも、どれも1体ずつでいいかなっていう感じはする。うん、あとはこのカーディナルをね、うん、ちょっと90は間違いない、ね、間違いなく今回作りたいなっていうのはあるんで、うん、早速。あとはキャッチの星5。間違いないですね。うん、いやカーディナルは少なくとも今回その SN を知らなくて性能もなんかアルファとか期待してますって人で引かないって人も、うん、カーディナルは絶対 1,2 体確保しといた方がいいと思う。間違いなく星4号は切断なんでね、人によっては。あ、そっか、カーディナルとか止まる、止まる止まる、一回も引いてなくて来た、うん、あと特選出が今回あるみたいなんで、ね、今回は見たい、今回は見たい。ちなみに俺はコンププラス特選出見るまで引きます。うわ、それですが、来た、もう絶対見ます今回。もうね、いやでもやっぱ来たら来たですげえテンション上がるな、うん、SAO は本当になんだかんだ、あの盛り上がってる感すげえいいわ、やっぱ人気系が来ると。あと、曲超かっこよかったし、オープニングのやつ、オープニングかっこよかった、かっこよかった、めっちゃ最高っすよ。おっ、ここからはもうこれは熱いよですね。おー、いやーかっこいいわ、ユージオ、ユージオマジ SS ずるかったからな、あの追撃はマジかっこいい。てかあれできんだね。てか SS の中でもさ、その SS ボイスの言わせるタイミングとかいじれてさ、うん、あの打つ前にさ、酒は青バラの剣って言ってるじゃないですか、うん、あれ言えるならさ、他のやつも言ってほしいよね、これこ。あ、なんかそういうね、うん、いくらでももう関係ないもんね、うん、確かにな、全員とかも言ってるし。とりあえず友情行った。あっ、あれ音じゃん、来た。あ、てかこのタイミングなんだ、すごいね、もう最初からじゃないんだ、うん、てかそっちの目、そっちの目なんだね。あ、なんかもうずっとこんな感じなんだね。おお、お、これすぐ、おー、アリス、とりあえずもうこいつむっちゃ黄色 い, す、ね、うん、いや、アリスいいな、かっこいいな、アリスむっちゃ黄色い。これ過去キャラでもアラートすんのかな。あー、確かに、うん、SO キャラは全部なんのかな。とりあえず一応こっちも過去キャラ出るらしいんでね、やっぱね、うんうん、で今回迷ってる人はね、第1弾の方両方持ってないよって人は第1弾の方が硬いかなって思いますね、うん、第1がやっぱ強いんで持ってないんだったね。でもここに関してはもう好き嫌いだからな、毎回コラボもそうだけど、うん、やっぱこっちが好きなんでこっち引きますって人もいるし、うん、あ、オスの、オスの、オスの人、これ外れねえからな、言うて明確な外れがない、外れはないね、確かにね、うん、これいらんわっていうのはないかも。そうですね、まあ、現状でいらんわは結構いるけど、うん、うん、ロッキー今いそうだけど、ね、ロッキー先輩いそうではあるけど、あ、誰か、ベルクーリか、ベルクーリア、渋い、考えてもいいところだな。友情アリスは熱いですね、さっきも言ったように、うん、熱い熱い、うん、まあ重なってもいい方じゃないですか、うん、まあ、2体いても、うん、でも今回ピックアップがあるからさ、それそれ、まあ、2体抑えちゃえば最悪 OK みたいなとこあるよね、うん、なんならカーリナルの出が悪い気がするもん、うん、そうだね、あ、60か、まあ、もうちょい、あ、まあでも、うん、あと3体、まあ、あと5体か、いったら3体作りたいですもんね。おい、いや、これ全部アラートにしてよ。これ全部アラートにしてよ。頼む、ベルクーリ、うん、ベルクーリだったら80レーナーに収まったらもう激アツっすね、激アツ激アツ、うん、ベル止まったらベルクーリっすね、止まったらベルクーリ、ね、あ、あ、過去キャラやっぱりアバンですね、なるほどね、うん、まあ急に大当たりだけど熱い、だってその今あれですかね、6分の4出してますからね、うん、うん、いや、そうだよね、てかなんなら他のお仕事出てねえし、あとシノンベルクーリだよ。確かにロキしか出てねえ、ロキしか出てない、星山の12% とは、これさ、今回のやつが 1.2% なのかな、今回これも 1.2 っすよね、なん一応、推理率は上がってるって書いてあった、うん、ゼウス一応ね、一応あ、1.2 っすね、ゼウスです、ユージオ、アリス、ベルクリは 1.2 だ、うん、ラストいきます、うん、ピックアップ待ちかな、じゃあこれ出なかったら、っね、一旦自分はっ、あ、入った瞬間なのかな、あら、さっき見たかったの、なんか話した、話した、あ、出た、お、これさ、アラートの後に見ると超ダサいっすね。これ結構ね、一番、結構謎。これ超ダサいね。お、止まってる。お
ブリーチ感あるな、なんか俺ちょっとカムイ感もあるなと思った。確かに確かに、うん、え、そんなかっこいいんだ。でかっ、いいっすね。シノン以外出てるね。出てる、うん、カーディナルも90出した。ほんとだ、いたいたいた。あーもう3体目、3体作れるね、うん、2体3体作れるね。調理層じゃない、これ SO もしね、うん、やってなかった人は調理層引きでしたね、うん、というわけなんでコンプ、うん、8グランコンプ撤退すごいいい方だと思うんですかね、うん、なんとかファイナルも90になって、うん、下もいい感じに増えて、はい、しませんこれです。はいはい、まあ、アラートは見れたんで気合が違うんだよな。現状こんな感じなんですよね。あーでもアスナとシノン一緒なんだね、うん、ラックね。そうで、アスナシノン、まあ、50超えてきたりしたら、うん、運極行こうかなって感じですね、うん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 、なんでまあこっちの2段は1体ずついいかなって思ってます、はい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 、ただまあユージオアリスは2体いても嬉しいかなっていう、うん、でなんかどうせねアニメ見たらなんかベルクーリが好きになるらしいんで、ベルクーリを結局2体出てもいい、だから全部出ていい、全部運極、全部運極になっていい。でも出方によっちゃマジで SO のキャラがパー出たらあるからな。そうですね、でも理想はこっちを回しつつ過去キャラも出てほしい、うん、そうですね。で過去キャラ出てちょっとずつその詰めていきたいですね、はいはい、ラックを、はいはい、まずとりあえずこっちの数で1000個使って、もう一個の方ではちょっとわかんない。あっすだ、早速熱いぞそれ。でカーネルもちろん90、はい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 、絶対作ります。あっすだ35です。35ですよ、もうアスナ。いけるな。早い。あと13体。アスナあと13体。あと13体ですね。13体って聞くと急に。そうなってくるとちょっとやっぱアスナとかに寄ってほしい感じ出てきますね。あの、うん、過去キャラが出るなら。お、新しい方ですね。はい。かっこいいな、ベルクーリー。めっちゃかっこいいな。え、なんか他キャラですよ、じゃない？光属性めっちゃ出てるの、うん、さっきから。たまるね。今度30連目。今のところ上等っすね。絶対 SO 出てますね。うん、いや頼むぞ、マジで。としてはかなり。アスナキリト寄ってほしいっすね。でもキリトが一番遠いんですよね。うん、キリトが5体とかしかいないんで。キリトがあと15体必要。キリトだけあと15体。カーディナルは？カーディナルどこ行っちゃったの？キリトだけあと15体。いやこれ15体ってやばいよ。おー来た、久々に書いてみた。いやならアスナシノン、ちょっとアスナシノン先に。おー、え、マジで急ガチャしてるな。行く行くかこれ。 1.2% あるしな。いや悩むな、これでもすでにアスナシノン1体ずつ出てんのか。 0.6% の方ですからね。マジか、40っすよ。もう超いいペースじゃない。めちゃくちゃいいペースですね。めちゃくちゃいいペースですねこれ。すごいいいな、すげえわこれ。え、でもね、そうなるとね、ちょっとキリトもやっぱねしたくなっちゃうんだよね、多分アスナシノン行くと。あ、これ友情かアリスかな。おい、友情かっこいいね。おっ、え、おお、ちょっと待って、クソ引きよくない？50連しかしない、まだ早っ。え、そんなことある？カーディアン30、早っ、カーディアン30、最速とや早っ。いや、しかもシノン2体出してアスナも1体出してんでしょ。神引きやな普通に。撤退レベルだけど、2は撤退します、とりあえず。で、迷ってんのはこの850個こっちで一回溶かすか、うんうんうん、一旦こっちで溶かすか、全部、まあ、こっちもね、一応第2弾で出るもんね、うん、下の方に来るんだけど、こっちで一回溶かすわ、全部。いや、マジか、早え、第2弾早っ。こっちに速攻移るのはでけえな、そう考えると50連はちょっと予想外だな。どんぐらい伸びるかだよな。いや伸ばしてほしいね。この狙い始めるとね、こっちでね
サーティあとまあなんかリーチの人たちいっぱいいるんで、まあ、ハーレーと、まあ、ゼフォンあざとサータリーだったりとか、うん、まあ新ガチャも結構持ってないの多いんでその辺が出てくれても別にいいかなっていう。あ、真田真田欲しいな、うん、真田欲しいっすね。真田が普通に欲しいんで、まあ、止まったらなんか新ゲットかなっていう感じですね、うん、いや、いらないっすね。ルビオって高くなかったっけ。高くはな、なんかめちゃくちゃ高くはない、なんかリーチとか言えるぐらい高くはなかった気がする。え、でもいいな、この時点で。お頼むぞ、あっちい、あっちいよね、これ冷静だ、冷静だ、熱いよね、こっちの方が冷静、マジでマジで熱い、重なるだけだからマジ熱いよね。デシャバルな、デシャバルな2段、おしよ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 し、これちょっと待って、一回ラックみたい。え、キリト多分ね、これ30とかなんだよね、まだ。いや、どうかな。いや、これいくか、いや、行くか、これこれ、いけんな。40?45?45 でしょ。いや、これ、いけんな。いや、キート30なんだよな。いや、これ、平均的なのが憎い、しかも。いや、キート30なんだよな。あれ来ないで、でも。目玉エース来ないですね。ああ、確かに。あら、来てないですね。いや、キリト30なんだよな。いや、まあまあまあ、全然いいですよ。2回目は全然許せますからね、ベルクイさんもね。意外にあとリーファの主張激しいな。まあ、1段目ですからね。1段の方引いてるからね。いや、てか、俺カーディナルまだ90になってないからね。あ、え、そうだよね、勘弁してほしいよね。カーディナル90は、あ、確かにこっちでとりあえずカーディナル90になるまではもう本当に、おお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 やばい、これはもうね、なんかノンアルファの時と同じ波動を感じますね。いや、これはちょっといくでしょう、どう考えても。いや、2枚抜きは10上がるってやべえな。おお、かっこいい、熱、これちょっと出すぎだな、確定あっつ。今日だって4、5台引いてるぞ、シノン。うわー、うわー、うわやばい、これはやばい、誘惑のやつだな、誘惑、誘惑のやつ、やばくない、これ今日あっつすぎでしょ、これ刺されるよ、これ運極にし、え、違う、これやばいよ、この絵。一応コンプしよ、いろいろやばい。え、やばいよ、これめっちゃ出るやん。え、これいくでしょ、100連できんだよ。え、てかまだ、だってめっちゃ引きいいな、まだ120、30連しかしてないですよ。うん、出すぎじゃない、マジ出すぎ、出すぎ、マジ出すぎ、これで120連目だよ。いや、出すぎだよ、これ 1.2% 恐ろしいな。誰よ、ヨグソトボス。え、あと100連できんでしょ。いや、今ので見ちゃうとな、確かに。いや、ちょっとね、今の3回ぐらい欲しいですね、もう1回、もう3回欲しいですね、今の。いや、今のちょっとやばいな、過去一だな、コラボの中でも4枚抜きは。現実が、はい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 、現実がすごい。待って、カーディナルは50っす。いや、こいつ出すぎだろ。カーディナルはマジで、システム洗うとなんねえな。まあ、いや、やばいな、今のちょっと嬉しいな、なんか SAO で伝わってんな、全然伝わってない。おーいっすか、全然いいっすね、2体目だからね、アリス。いや、新キャラの方もちゃんと幅広く出てくるのが嬉しいですね、うん、結果大勝利よ、これ。そろそろこいつにはコメントしなくなってくる。そろそろベルクールにはコメントしなくなっていこうかな、またしゃばってきた、ね、うん、ちょっとね、今じゃないかな、すごいですね。まあ、許せんのはもう第2弾だったらユージオですかね。ユージオかな。いやでもちょっとね、さすがにちょっとね、ちょっとね、シノンとね、おーおー、ユージオ、おい、神引きじゃん、半端じゃねえ、おー、いや、半端じゃねえ、いいぞ、ハメリパーパー。
きてる。もうなんか夢玉みたいになってきてる。夢玉みたいになってきてる。ここまで来たらね、夢玉みたいになってきてる。これやばいぞ。いや、いいよ、いいよ、SAO いいよ。夢玉みたいになってきてるわ。頼むぞ。揃えようとしてきてる。いや、ここ数日ちょっと俺、そしゃげに金使いすぎたわ。やばいわ。どうすりだろう。ドラクエタクトにもぶっ込んで、ねえ。コトタマをもうめっちゃ引いて。やばい。まあね、今どこも、うん、夏ですからね。時だからね、うん、夏休みで。まあ一番課金してるのは漫画なんですけどね。まずいですよね、本当にね。あ、これで多分カーディナルはね、詰まってますね。うわ、おは発言。熱いね。誰だっけ。おあ、当該だ。読めない。アスナ55。来てる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 。いや楽しいわ。出てんな。楽しいわこのコラボ。楽しいわこのコラボ。出ろ出ろ出ろ。全部出ろ。おお。一個飛び抜けましたね。60乗った。60。あと8体でしょ。あと8体だよ、だって。え、あと8体でしょ。40だもんね。うん、まあ、発言回収薄いっすね。そうね、ちょっと、うん、星5もまあ出てるっちゃ出てるけど、まあ、なんかしばらく引いてなかった分、なんかあのちょろっとね、新キャラの強いところはポロッと出てちゃう。なんかやっぱアザトースとかがやっぱね、極端にいろんなところアップにしてくれるから、アザトース欲しいっていうのと、あとまあ真田かな。真田アザトースあたりは止まって出てくれたらすっごい嬉しいかな。ここちょっと本気出してもらって。大事っすね、足だ。アラートだね。ね、アラートは来ない。アラート一回も来ねえ。まあ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 、まあ、ザコ出るよりははるかにいいですね。3体目だからまだ許せる。3体以降出てくるとちょっと話がつきますね。これラスト？ラストかな。いや、まだあった。あと1回あったはず。いいね、いいね、いいね、いいね。あ、ちょっと現実が収束押し寄せてきますね。現実が来てますね。いやー、これだいぶ伸ばしたぞ。でもめっちゃ伸びちゃうな。めっちゃ伸びた。めっちゃ伸びたと思う。これが確かに安い。そうね、でも平均的に結果出たもんな。うん、アトス高いっす。アトス、うん、アトス高いっすね。そういう問題じゃないんで。うわー、でもこれ悩むやつだな、これ、ね、聞いた。あと11体でしょ。キータあと11体、シノン10体、アスナ8体？もう200連とかしたらなんのかな、運が良かったら。いやー、きついか。200は絶対無理なんで、まあ10番くらいか。10番くらいどれか足りそうかなって感じか。だから覚悟した方がいいのは20万か。これ、運極いきます。今回俺これ3体とも運極にします。します、さすがに。これはこれなんか前半の引き相当良かったんで。まあ良かった良かった、うん、めちゃくちゃに良かったんで、ちょっとこれ運極しに行こうかな。一段の方引いて、うん、しに行こうかな。まあ発言で、まあ、好きでね、確かに、うん、ちょっと回収しに行くっていうのがあって、まあこれ別に最悪まあ弱かったとしても普通に目で使っていけるかなっていうキャラにはなってるんで。じゃあもうコラボ運極童貞は SAO に捧げるか。俺はコードギアスが良かったんですけどね。そうなん、コラボ初か。コラボで運極目指したことはないですね、過去に。一回もしようと思ったコラボすら一回もないですね、今のところ。そう、じゃあすぐ記念すべきだな。記念すべきですね。前回の SAO の時にチラッと悩んだ感じですね。うーん、これは行こっかな。初めてちょっとコラボは、せっかくやっぱ SAO だし、モンフリーでも発表されたし、うん、強い弱いじゃなく、ちょっと原作で運極しに行くか。ちょっとこれ行きますわ。運極しに行きます。この後コンビニ行きます。行きます。
はい、というわけで、まあ、第1弾と第2弾ともにね、うん、ガチャ引いてきましたけれども、ラグジオとしては大勝利、うん、大勝利でしたね、 大勝利じゃないですかね、うん、早々にコンプしたし、どっちも、うん、なんなら自分に早く翔さんコンプしたし、うん、80連でしたっけ、70連か、自分が80連で俺50連でしょ、そうだよそうだよ、やりすぎな気がしますけどね、うん、相当上振れてると思う、うん、1.2% というと最初はエグかったもんね、うん、だいぶエグかったと思う、上振れがエグかったんで、まあ皆さんも、うん、手持ちによってね、まあ、どっち行くかっていうのはあると思うんでね、あれ出ました、これ出ました、はい、ありました、よろしくお願いします、よろしくお願いします、いやでも意外に運極にしてる人多そうだな、なんかいや SA は多いと思う、やっぱ2段だから、うん、前回でめっちゃ引いて出てて、うん、2段目でちょっとやろうかなみたいなのが多いと思う、うん、で好きだったらなおのことね、知ってる人もさ、運極しますっていう人は全員ダイトルよろしくお願いします、よろしくお願いします、じゃあ今回も夢の大賞5からお送りしました、ピキートでした、シュウでした、ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録わかりますわかりますこの君もなくなっちゃったからわかるよチャンネル登録チャンネル登録チャンネル登録ね、はい、していただければ、ね。